あれブロードパネルを外すのは手が足りないんで、手があれば外し、今現場行けるんだっけ。今あの余震とかがかなり続いてるんで厳しいと思います、うん、それはちょっと1号3号行けないってことか。開けたいのは、3号を開けたいんですけども、3号の中が、あ、まあ、3号はもうダメだ。2号あのね、今言ってるのは2号はまだ綺麗なんだから、次のことを考えて、横村さん言って正しいんだよ。ブローアウトパネルを開けといて、開けといて水素がたまんないようにしたり、それからあのベントラインは1系統だけじゃなくて両系統もう開けてギャグかまして絶対に閉まらないようにするとかね、そういうことを今しとくべきでしょって、もう私はその通りだと思うんだけど、ちょっと そこの手が裂けなかったっていうのは今事実だから、ちょっとそれ検討して、うん、こうちょっとこちらも協力してさ、はコンプレッサーの問題ですけど、コンプレッサーだけ来ればおそらくあのダビ、ね、あのちょっとさ悪いけど、人手の問題だけでできるんであれば、ちょっとこちらでちょっと人手をさ手配すること考えてくれる、ね、ヘリコプター飛ばせ、ええ、あの急ぎであればヘリコプター飛ばして運ぶと。わかりました。あの、先ほどあの柏崎からもうすでに行ってる方もおいでなんで、そういう方もあの使っていただいて構わないと思うんですけど、ちょっとあのそれでも多分足りないんだと思いますんで、さらに加勢したいと思います。その運転屋さんとかなんかじゃなくて、建築屋さんが必要かもしれないから、あれ外すのに、あのブロワットパネルにつきましては建築でちょっとロックがかかっているようになってるんで、うん、そこのところちょっと、建築屋さんに聞かないと分かんないんで確認しておきます。うん、そうしてください。で、なるべく早くやった方がいいから、はい。